ドミトリー・ミハイロビチ・ゴリチンコ。ドミトリー・ミハイロビチ・ゴリチンコは、ロシアツァーリー国及び、ロシア帝国の貴族、政治家、ゴリチン家出身。1697年に、イタリアに派遣されて軍事について学んだ後、1704年に、ポーランド派遣軍の指揮官に任命され、スウェーデンオーカール12世と戦った。 1711年から1718年までベルゴロド総督を務めた後、1718年に元老院議員とピョートル一世の政府改革により、設立された商業参議会の初代議長に任命された。1723年にピョートルシャフィーロフが失脚すると、孤立院も巻き込まれて、すべての官職と称号を失い、エカチェリーナ一世の取りなしでようやく取り戻した。 1725年にピョートル一世が死去すると、ゴリツンはピョートル一世が繊細エブドキアロプーヒナを捨てて、マルファスカブロンスカヤと結婚したことを許さない、保守派の長として広く認められた。しかし、エカチェリーナ一世の知性では、アレクサンドル・メンシコフや、ピョートル・アンドレイエヴィチ・トルストイラ改革派が政治を主導。 メーンシコフが1727年に失脚するまで続いた。ピョートル1世の孫ピョートル2世の知性、五立院がロシアで影響力の最も強い政治家になった。ピョートル2世の死後は君主の権力を制限して自らが議長を務める最高数密院に従属させようとし、さらに条件と呼ばれる規定を起草して次期皇帝に選出された。 クールランと女子をアンナに迫って、見タウで条件に署名させた。アンナは即位するとすぐに条件を破棄して、条件の作成に関わった人物に復讐したが、コリツン自身は一時は、処罰を免れて引退生活を送った。1736年、コンスタンチン・カンテミール公の陰謀への関与を疑われて逮捕されたが、実際に起訴された理由は、絶対君主制への反対である。 その後、ゴリチンの政敵は裁判を主導して死刑判決を下したが、アンナ女帝はそれをシュリッセリブルクでの無期禁庫と全財産の募集に軽減した。禁庫から3ヶ月後の1737年4月14日、獄中で死去した。ありがとうございます。